韓国航空宇宙産業 KEI はインドネシアと共同で、第 4.5 世代ジェット戦闘機を開発中みたいだね。はっきり言って韓国のものづくりは雑なところがあるから不安は拭えないよね。まあ2国で稼働する分にはいいんじゃないか。海外に輸出するとなれば、もらって買えたもんじゃないけどな。安全性は置いておいて、価格に関しては安価だから、購入を検討する国もありそうだけど。まあそうなれば自己責任になってくるよね。今回はそんな韓国が開発中の第 4.5 世代戦闘機 KAIKF21 ポラメにハリボテ疑惑発生したことについて、その真相を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。開発中の機体名称は KAIKF21 ポラメ、韓国語で若鷹の井。2022年に初飛行を予定しており、2021年に試作1号機の出庫式が、ムンジェイン大統領臨席の下で大々的に取り行われたんだけど、この出庫式後にすぐに工場に戻され、解体されていたとの情報が韓国メディアの中央日報により報じられたよ。これにより、出庫式で公開された機体は外観だけのハリボテで、実は開発は難航しているのではないかという憶測が駆け巡っているな。そもそも、この KF21 ポラメとはどんな戦闘機なの？それを説明する前にまず、技術大国を自認する韓国としては、戦闘機の自国開発は、韓国技術の優位性を示す一つの指標としてとても重要視しているものだよね。これまで、米国ロッキードマーティンの技術的支援を受けて開発した、KAIT50 などの練習機やそれから派生する戦闘攻撃機を開発してきたんだけど、米国からの多くの技術支援を受けての開発であり、あくまで機種も練習機レベルのものだったんだ。そこで、韓国空軍では米国の F-16CD や F-15E など第一線級の戦闘機を多数運用しており、その運用ノウハウの蓄積などから、第 4.5 世代レベルの主力戦闘機開発の機運が高まることになるんだよね。その後、2001年3月に当時の金大中大統領が、韓国空軍士官学校の卒業式で、KFX 現 KF21 開発計画を発表したぜ。ここから、韓国による第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発が始まったってわけだな。それじゃあさっきの疑問に戻るけど、第 4.5 世代ジェット戦闘機とは、1970年代に開発された米国製 F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンに代表される、第4世代ジェット戦闘機を改良発展させた戦闘機で、この第 4.5 世代ジェット戦闘機の条件とされている性能は以下の通りだね。まず、デジタルフライバイワイヤの実装と CCV 設計。次に対空対地対艦攻撃能力を兼ね揃えたマルチロール能力や一定のステルス性能の付与。そして先進的なアビオニクスの装備。最後に空戦時の機動性を向上させる。先進技術の装備カナードや水力変更ノズルなどとなっているよ。なお、ここで挙げた機能の一部は第4世代ジェット戦闘機にも搭載されているものもあり、第 4.5 世代ジェット戦闘機は第4世代ジェット戦闘機と比較して圧倒的な優位性を持つというわけではないんだけど、先進諸国が保有するジェット戦闘機は2000年代までには、おおむね第 4.5 世代ジェット戦闘機を保有するに至っているよ。そして、この第 4.5 世代ジェット戦闘機として世界で初めて実用化されたのは、F-15E ストライクイーグルだな。F-15E は第4世代戦闘機である米空軍 F-15CD イーグル制空戦闘機を、マルチロールファイター化戦闘爆撃機した機体で、第 4.5 世代ジェット戦闘機の一つの指針となっているぜ。KF-21 ポメラの要求性能としては、ラファールやユーロファイタータイフーン以上、F-35 以下程度のステルス性能、KF-16 と比較して戦闘半径が 50% 拡大し、機体寿命の 34% 延長、国産アクティブフェイズドアレイレーダーの搭載、レーダーシステムを含めた高性能なアビオニクス電子戦装置 IRST 及びデータリンクの搭載、5万ポンド程度の水力を有すること、高速迎撃能力、スーパークルーズ能力、超音速巡航能力、マルチロール能力だね。以上のように本格的な第 4.5 世代ジェット戦闘機を初めて開発する韓国としては、かなり意欲的な要求性能となっており、これが実現すれば、世界的にも第5世代ジェット戦闘機を除けば、ジェット戦闘機の中でかなり上位クラスの性能を獲得することになるんだよね。KF-21 ポメラが実用化されれば、ベトナム戦争により活躍しているが、もはや陳腐化してしまっている F-4DE ファントム2や F-16 以前の軽戦闘機である F-5EF タイガー2に代わるものとして期待されるぜ。開発予算として8兆5000億ウォン約8260億円であり、
機体量産費用も含めた総事業費は18兆1000億ウォン日本円で約1兆7300億円にも上り、巨額の費用が予想されているんだよね。そのため、他国へも KF-21 ポメラの共同開発を打診しており、2010年7月15日にはインドネシアと KF-21 の生産協力に合意しているんだ。韓国ではどうしよう。開発予算の 60% を韓国が負担し、残りの 40% を海外の共同開発国が負担することが予定されていたが、最終的には韓国政府 60%、KAI20%、インドネシアが 20% という分担となり、韓国側が開発費用の 80% を負担することで合意しているぜ。KF-21 ポメラ開発では、ブロック方式の段階的な能力開発計画が組まれているよ。まず、ブロック1では、2026年までに空対空戦闘能力の獲得が目指されており、この時点では制空戦闘機としての能力に止まるんだ。そして、2028年にブロック2として空対地戦闘能力が付与され、マルチロールファイターとしての性能を獲得する予定となっているよ。その後、2030年代のブロック3以降では、機体内部ウェポンベイへの武器の格納能力の獲得など、第5世代ジェット戦闘機クラスに引き上げる野心的なプランも存在しているよ。インドネシアは、2016年に韓国側へ開発分担金として約13億ドルを支払い、最大48機の KF-21 ポメラを取得して技術移転を受ける予定だったんだ。しかし、インドネシアは韓国側に対して、インドネシア国内での予算的制約を理由に合意した分担金の約 13% である1億9000万ドルしか支払いに応じておらず、2019年7月時点でも2億5000万ドルの不足金があると、韓国防衛事業庁関係者が証言しているよ。これに対してインドネシアは、分担金の支払いを現金ではなく、インドネシアがスペインと共同生産した CM-235 輸送機を別納することで買いたい旨の提案をしていますが、2020年12月にはインドネシアがフランスの第 4.5 世代ジェット戦闘機であるラサールの購入に関心を示しているとも報じられており、インドネシアと韓国が KF-21 開発計画でうまく連携が図れていないことが明らかになっているぜ。2021年4月9日にお披露目された KF-21 ポメラだけど、このお披露目会である国産戦闘機姿勢1号機出庫式に登場した1ヶ月後には、エンジンや外装、ランディングギアまで機体を構成する大部分が分解され、骨組みの状態で工場に鎮座していることが、韓国メディアの中央日報によって報じられているよ。出庫式の時点では偽装色の塗布まで終えていた状態であったので、その時点から完全に解体することは異例であり、これはムン大統領臨席の出庫式に間に合わせるため、組み立てが可能な状態ではない機体を無理やり組み立てて取り繕った、ハリボテだったのではないかとの疑惑が持ち上がったんだよね。これに対し、韓国国会の与党代表ソン・ヨン・ギル議員は一部の保守系メディアが事実に基づいていない報道で、KF-21 ポラメに誤解と混乱をもたらしているとの声明を出して反発しているんだって。また、ソン代表は、KF-21 開発はスケジュール通り順調に進んでいる。日本の右翼やマスコミに KF-21 が軽視される形で拡散されたのは恥ずべきことであり、事実に基づかない内容を報じることで、政府を貶めるべきではないと、強く批判的な保守系メディアを牽制しているぜ。KF-21 ポラメの開発を担っている韓国航空宇宙産業 KAI も機体の解体は、式典後にスケジュール通りに実施した燃料系統の一次試験で必要な工程であり、試験中に各機器からの相互干渉を最小限に止めるためには、このように解体することが必須だと主張しているんだって。今後、燃料系統の一次試験が完了した後は、地上走行や飛行制御システム関連試験、エンジンの稼働試験などを順次実施していくとのことだね。今回のハリボテ疑惑だけど、中央日報が報じた KF-21 の解体に席する記事の内容は、すべて匿名が条件の自称関係者からの証言によるものだったんだ。しかし、この記事に対して他のメディアが、実名による専門家の KF-21 ポメラ解体に対する見解を報じ、その中で燃料系統のテストで機体を解体することに不自然さはないし、主要な装置の取り外しは海外の戦闘機開発でも一般的に行われている旨の証言を行っているよ。これらのことから、今回の KF-21 ポメラの解体が、KF-21 ポメラの技術的欠陥や開発難航などに直結する可能性は高くはないと見られており、朝鮮日報のこの記事に対する信頼性は低下しているんだ。この KF-21 ポメラは、
順調にいけば来年2022年には初飛行が実施される予定で、完成すれば250機以上が生産され配備される見込みだぜ。日本において第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発は、1995年に初飛行した F2 戦闘機開発の実績があり、現在は F2 戦闘機及び初期型 F15J の後継機として、第5世代ジェット戦闘機開発計画が策定されているね。この時期戦闘機開発計画では三菱重工が主契約者となり、F22 戦闘機や F35 戦闘機を開発した米国ロッキード・マーティン社と開発提携を行い、2035年までの実戦配備を目指しているんだ。米国との共同開発なんて期待しちゃうよね。韓国も FA21 ポメラの開発が成功すれば、第5世代ジェット戦闘機開発にも名乗りを上げることが予想され、今や軍事技術大国ともなった中国を含め、東アジア地域での戦闘機開発競争はさらに熱が高まりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。